どうも皆さんこんにちは、社長のダイちゃんと副社長のテン君と社長秘書のマリサです。今回は VTR の動画ということで編集してまいりましたので早速お見せしたいと思います。 VTR の動画は短いですので今回は東関鉄道開発日記パート16もお届けしていこうと思います。この動画ですが、ダイちゃんのゆっくり実況チャンネル及び東関鉄道開発日記チャンネルにて同時に投稿されます。楽しみな方はぜひ最後までゆっくりしていってね。ってことで VTR どうぞ。はい、どうだったでしょうか。感想などはコメント欄にぜひお書きください。ということでこの後は東関鉄道開発日記パート16です。それではどうぞ。おはよう。おはようございます社長。おはようございます。本日はどうしましょうか。今日はね、ロブロックスに進出した記念にアイテム販売とかも開始したいんだよね。そのために今日は会議をしようと思うよ。いい提案じゃないですか。販売したら乗客も増えますよ、きっと。ってことで早速行きましょうか。会議室レッツゴー。本日はお集まりいただきありがとうございます。今回の会議では、ロブロックス進出記念に、何かお客様が喜びそうなアイテムを決めたいと思っておりまして、何か案がある人はいらっしゃいますか？特にはないかな。私も特にはないです。社長、一つ提案があるんですが話してもよろしいですか？ OK。 ってことで販売するものが決まったね。無事決まってよかったと思います。これで乗客が増えるといいですね。前社長、きっとお喜びしますよ。そうだな、今頃お父さん何してるかな。まあそんなところだな。そろそろ終わりにしますか。じゃあ終わりにしましょう。じゃあ、お疲れ様でした。しばらくの間遠心はないからゆっくり休んでね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ふふふふ、次回は私たちの出番が来ますよ。高橋社長。そうだな、次回は我々が東関鉄道を潰す番です。AR の仇を取りましょう。頑張りましょう。次回に続く。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。再生リストと動画のおすすめがあるのでぜひそちらもご視聴ください。ゲームのリンクや、その他いろんなのを概要欄に貼っておくので、皆さんもぜひやってみてくれだぜ。最後に、次の動画もぜひ見てくださいね。それじゃ、また次の動画でお会いしましょう。バイバイなんだぜ。